皆さんにとって神の認識とはいかなるものでしょうか。永遠も不変も完全も絶対も否、神とは常に交代し続ける存在。新たなミュウという不完全な人間にとって変わられ、世代交代をし続けます。ミリアーデ、ゲシュビンとシュラーデ、それぞれにおける3人の後継者の中からそのミュウが決定されるのが通例です。では世代交代はどのようにして行われてきたのか。それは革命です。ミュウになるということは神を殺すということだから。私には神を殺してでも叶えなければならない願いがあります。